これで膝蹴りなんかもこんなもんではないんだと、本当の膝蹴りというのは危ないと申しますね。自分の体が動けば相手が入ってくるんだと。そう、ほらこれはこれでつくんじゃないよ、これでついてるんだよ。これで半分使うと全身運動じゃないから、相手のボディをコントロールしつつ自分はできる。これ誰が攻撃してこんなもんやるわけないもん。これはこれの様式か、途中は本当にこうなの。おはい、これで打ってます。これは肩では3個入っているけど、本当はこれ肩で見えますから、ね、見えましたか。これで降ります。これで重力落下、これやってます。これで降ります。こんなのそう思ってきてます。このままで3歩入ってるけど、本当はこれで横に行って立ち上げながらこうなんだ。これがこれ様式化になってしまった。これ誰が攻撃してこんなもんやるわけないもん。これはこれの様式化、途中は本当にこうなんだ。そして手はこうなってるでしょ。これは支え、受けなんかじゃない。こんなもんで受けるイメージない。わかりますね。つきましたね。このままここもすごいのね。これが入る、カウンター入るのね。これで、すなわちみんなこれが効くだと思ってるの。そうじゃなくてこれをこうなの。これでこのままこれが入っていく、また逆にしてこれが入る、上げて1、2、このまま持ってきてまた動かして、そのままこれを入れる。パターン持っていってこうです。これが入るね。もう皆さん分かるね。もろ手突きなんてやる人間いないもん。こんな技があるんじゃない。これはここありますね。これで重力落下で折るわけ、折ってそのままもう一回、あとはこれはもうどうしてね。皆さんも分かりますね。膝蹴りは前に入らない、膝蹴りは前に入らない。でもこれはこれがあって、これでこれ行く。どういうことかというと、これはパンパンなわけ。様式だから肩で360度回転してるけど、本当はパンパンパンなわけよ。パンパンで、これとも10年くらいこんなのがある。誰も使えないと分かっていながら、なんでやってるんだろうと思ったわけよ。誰がこんなのやるの。 MD 回でも絶対無理でしょ。膝蹴りが分かれば沖縄からの方6割ぐらいの技を全部解ける。あれ膝蹴りと聞きなんです。だから本当に喧嘩なのよ。こんなになっちゃってるけどね、あれは膝蹴りだって分かればもう
だから必ずごめんね必ず下がって相手を動かしながらここに入れるのよ。分かりますね。立つ落ちる時もそう、落ちる時もごめんね、ここに落ちてる時はごめん。それの頭をひきねりながらね、あのね、本当かどうか分かるけど昔の人物の達人だっていうのはあの通りの相撲取りを真っ当に考えて僕の前だったんですよ。 あの相撲取り、相撲の小評価よ、ボンボン投げたと分かるわ、これ。頼りで帰って自分をこかしたんだと思う。でも自分はこけるの分かってるから、自分はこけずに相手がぶつかったと思う。その間に思ったことも、ああ、俺はこれは簡単に殺されなかったと思うと、今話しつかんでるかやってるけど、これ、本当俺じゃ臆病になってるんだよと、ぶつかったと思う。 もうパーンとこうやって、これお前って言われた時に何もできないのに、何もいらんもん、立ってるだけで、ここさえ当てれば、自分の手がここまで行けば、もう、これで相手に弱さを分かれば、ものすごい自信になるよ。いきますよ、それをこうやって絵に描けるような方にしたっていうのは、やっぱり、俺は沖縄の人間として非常に誇りを持つことだった。これを、 間違ってここで決めを入れるか、流幅があるんです。君にはそこ上げないといけないけど、このそこは高かったところで、だから君には分かってなかったんだよ。それでこれですね、パーンとエイってやった方がいいよ。このアイアンボードがないのよ、ここに。このアイアンボードの真ん中に座ってないのよ。 そういうリズムなしで落としてきたのはカートの場合だ。そうじゃないと飛ばされちゃう、投げやりだったら。分かりますね。だからこういう連続のリズム感に乗ったもんできないよ、僕は。あ、違う、これ、あら、これができなくて首相撲だけどうしてはできない。でも彼らはやっぱりやったあとどうなるの、 だって聞けないのよ。これで必ず、彼が困ったように、ついた後の手というのは、殺さない。これが行こう。必ずこれが入るか、これが入るか。やった後、またじゃないのよ。ターンターンなのよ。ただもう、これが攻撃的な感じ。 まるで違うんだよ。でも本物なんだ。違うからこそ、それを考えて。刀なんて言うけど、やっぱすごいもんです。落ちて。いいですか？相手ここにいるから、これを持っていくためには、これが必要なわけよ。でもこれを止めずに、パンと。 これはごめんね、間違いですって言ってしまうけど、これは間違いです。これはこれなんです。もう一つ、これも間違いです。いいですね。だって相手入ってくんだから、 相手はここにいるから、相手はここにいたまま持っていかないの。相手はここにいながら自分のエネルギーと相手が鉢合わせにならないといけないのよ。その時に相手を動かしてしまうと、ほら、技が入っていかないのよ。ちょっと分かりますね。相手はここだから、重心はここでパーンってなってないと。これ本当の歩いてついてるわけよ、皆さん。はい、相手の首を見つけましょう。 見て。側から入ってくるの分かる？分かりますね。逆に言ってるぞ。こんなもんじゃないの。これと、これが。だから、金属音が出るのよ。
自分の右手が相手に見えたらダメですよ。これは脇で取ってきても全然できたらこれなのよ。そう、あと重くしてください。重くすれば足は上手くなります。足は高く上げても重くなります。いいですね。それはずっと考えてください。それからこの肩の素晴らしさっていうのはやっぱりこれの怖さっていうのをご自分で作ってください。だから結果的にこれ危ないのよ。本当に分かってる人には、だって両手でできるんだったら片手で、そう片手で膝蹴り、そうこれをやって、これをここに当てればもうこぶのよ。昔の銃使ってこうやって片手でやってみよう。こうやってこうやって使うんで、パーンってやったのかな。これでつまり股関節を掴まれていいのよ。いいでしょ。あっちは昔はこれをここで掴むのよ。ここからやると力が逆になるもんね。ここから掴んでほら、ここでいくのよ。わかる。体の使い方さえわかれば、力がいらないとか、そんなに馬鹿げたことではないの。力のやり方を一番有効的に分かってくるの。力というのはこの力ではない、これも力なんだっていうのを分かってくるの。あの頃の人はならば型にはまってしまえば、相手の体が型にはまってしまえば、どこを掴んでても危ないから、ここにありますね。やったら顔、これで膝蹴りなんかもこんなもんではないんだと。本当の膝蹴りってのは危ないから落ちますね。自分の体が動けば相手が入ってくるんだと。これは分かるね。これをこんなことするから力負けしたわけよ。そうじゃなくて自分の運速で、自分の体の運速で相手が入ってくるの。それを老廃を教えてくれるわけよ。最初からそうでしょ。だから綺麗になる。わかりますね。だから相手に飛びかかっていくとか、そんなやっぱりないわけ。たとえ受け身でもないのに。半分で落ちてる。そう。半分で落ちてる。全身運動をせずに、なぜこれができるのか。半分使うと、全身運動じゃないから、相手のボディをコントロールしつつ、自分はできる。今の見えた？相手ここね、相手ここ、自分が引きました。これ引きながら押してる。そう、ほらこれはこれでつつくんじゃないよ。これでついてるんだよ、これで。そうだから早いのよ。これをはい、はいではダメなわけ。だんだんいい質問になってきてるの。ただ、次はそれまで見てます。次のセミナー。あ、これ思ったけど、あ、そうならばこれは落ちながらついてるんだな。だから、一番悪いのは、1、2、3、これをやってきたわけ。150年間。それと意味わかるわけないよ、これ。今この中でもある人は人をこうやって使ってる、ある人は人をこうやって使ってる。どっちが正しいですか？どっちが正しいわけ？相手との位置関係でこれになる時もあれば、これになる時もあるわけ。わかりますね。両派の違いってこれだけじゃないのよ。こんな違いじゃないもん。こんなのは違いではないんです、本当は。そんなのデュアのアイデンティティとか存在価値を持ってるんだ。これは間違いだと思ってます、私は。ちょっと分かりますね。相手の顔が右向いてるから、これ左向いてるから、これ関係ないじゃない、デュアに。